皆さんこんばんは、めいこです。今日は初めての福袋開封動画をアップしたいと思います。チュチュアンナさんで福袋を買ってきました。こちらです。一つはインナー福袋、税込み3,000円。こちらは靴下福袋、税込み1,000円です。はじめにインナー福袋を開封したいと思います。こちらの福袋はブラセットやあったかインナーなど合計6点入っているそうです。早速開けてみましょう。サイズは A カップから E カップまでです。私は普段 F の65なんですけれども、今回ですね E の65買ってみました。なかなか F とかだとサイズがなくて可愛いの買えなかったんですけど、逆にちょっと E が入るようになってからいろんな可愛いブラも買えるようになったので良かったかなと思っています。何が入ってるか先にちょっと調べたんですけど、ブラセットが1点、単品ブラが2点、単品のショーツが1点、その他雑貨が1点、あとあったか柄インナー1点、合計6点が入った福袋ということです。はい、それでは早速開封していきましょう。1点目、こちらです。ふわふわ腹巻きです。お値段は1000円プラス消費税。羊の可愛い腹巻きが当たりました。普段腹巻きってあまりしないんですけれども、私はすごい寒がりなのでお家で寒い時に使いたいと思います。では2点目開けてみましょう。はい、こちらです。ボクサーショーツのブラックが当たりました。お値段は600円プラス消費税になってます。去年からボクサーパンツを履くようになったのですごい嬉しいです。運動するときに履きたいと思います。続いて3点目、こちらです。ブラとショーツのセット、イエローが当たりました。お値段は上下セットで1990円プラス消費税と書いてあります。刺繍はピンクとブルーでお星様やお月様の刺繍がしてあります。イエローの下着は全く持っていなかったのですごい可愛いと思います。はい、どんどん使いたいと思います。次4点目いきたいと思います。じゃん、あ、これは単品ブラですね。可愛いピンクのブラが当たりました。私はピンクが大好きなので嬉しいです。値段は2500円プラス消費税になってます。すごい触り心地が良くて、この内側すごいふわふわしてます。え、めっちゃふわふわ、すごいなんか気持ちいい素材です。なんていうブラなんだろう、ラシルエッテって書いてあります。ここに、あ、飛んじゃう、説明がありまして、シルエットの美しさと肌触りの良さを追求したブラ。1、幅広ベルトで脇背中すっきり。2、デコルテふんわりパッドで気持ちいい。3、カップの肌側滑らか。わ、ほんとその通り、ほんとにここがふわふわしてて、生地もちょっとつるっとした生地で触り心地がすごいいいです。私大好きな生地ですね。え、すっごいふわふわ、触ってて気持ちいい。柄はお花柄です。見えるかな、ここにもう一枚、よいしょ、こんな感じでオーガンジーの布っていうんですかね、もう一枚ついてる
感じです。はい、すごい可愛いブラが入ってました。続いて5点目はこちら、じゃん、紺の単品ブラが当たりました。お値段はさっきと同じで2500円プラス消費税です。やっぱり紺なのでちょっと大人っぽいブラですね。今回のブラはこのパッドの部分はちょっと固めな印象です。さっきがかなりふわふわで柔らかだったので、これはちょっと固めな印象です。ここにリボンもついててすごい可愛いブラですね。はい、大人っぽく着れると思います。そして最後はこちら、もう袋から出しちゃったんですけど、こんなのが当たりました。めちゃめちゃセクシーです。全体だとこんな感じです。後ろも赤のリボンがついててすごい可愛いですね。お値段は2500円プラス消費税になってます。これはなんて言うんだろうと思ったら、一応キャミソールって書いてありました。これはどうやって着たらいいんだろう普段こういうの着ることがないので、これは下着の上にこう着たらいいのかな、いつ使えばいいのかすごい悩む感じなんですけど、ちょっと撮影会で黒の水着とか着た上から着てみたりしたら使えるのかなってちょっと思ってます。はい、いやすごいめちゃめちゃセクシーで可愛いんですよ。可愛いけどどうやって使ったらいいかちょっと普段こういうの着ることがないのでわからないです。でもめちゃめちゃ可愛いと思います。はい、以上で6点でした。全部でいくらになったか計算してみたいと思います。福袋のお値段は税込み3000円でした。こちらのキャミソールが2500円、単品の紺色のブラが2500円、単品の薄いピンクのブラが2500円、黄色の上下のブラセットが1990円、黒のボクサーパンツが600円で、羊の腹巻きが1000円でした。なので合計で11,090円、これに、消費税ってなるので、合計12,199円ですね。これが福袋で税込み3000円ということになりました。かなりお得な福袋なんじゃないかなと思います。私個人的にも入ってるもの全部良かったので大当たりでした。はい、続いては靴下の福袋を開封したいと思います。ちょっと髪の毛が邪魔だったので結びました。もう髪の量が多くてすぐこうわって広がっちゃうんですね。なのでもう普段は絶対私は湯がいてます。それでは靴下福袋開封したいと思います。税込み1000円6点入っているそうです。では早速開けてみましょう。1点目、じゃん、黒のソックスです。小さいお花柄ですね。黒だとね何でも使えるからねいいですよね。はい、まず1点目がこちらです。続いて、じゃん、これもお花、今度は茶色ですね。やっぱりこの長さだと普段履きやすいですね。2点目はこちらです。次3点目はこれ、わーおあ、すっごいなんかモコモコ、中があったかいです。中にモコモコ見えるかな、かなりあったかいと思います。よくあるモコモコ靴下だと、もう冬はもう本当に家だとずっと履いてて、もう履き潰しちゃってすぐ後ろがモコモコじゃなくなったり、あの擦れてきちゃってるんですけど、これだったらそこまでならなそうですね。で、内側だけが本当にすごいモコモコなんでかなりあったかいと思います。これはめちゃめちゃいい。
さあ次はじゃん、あ、ストッキングですね。80デニールのストッキングです。ストッキングはね、いくつあっても使うので嬉しいですね。冬は本当にストッキングずっと履くので、特にスカート履くときはもう寒くて絶対履かないと無理なんで、いいですね。このデニールが違うやつがいろいろね、持ってると使い分けれていいなと思います。はい、こちらです。そして次、あ、もう一個、あ、お、今度はアッシュグレーの80デニールのストッキングです。アッシュグレーって持ってないですね。初めて。だいたいストッキングはベージュかブラックしか履かないので、今まで使ったことがないので初めてのお色でした。はい、そしてラストです。じゃん、わこれもルームソックス、これもちょっとモコモコのやつですね。あ、これもいいかもな。スリッパみたいになってるやつですね。さっきのモコモコとは違うんですけど、これちょっと台所とかで履くのに冬いいですね。ちゃんと裏こういうポツポツもついてるから、これはいい可愛いですね。はい、これで、全部で6点です。去年買った靴下の福袋より今年の方が私は良かったです。これとこれめちゃめちゃ私お気に入りですね。はい、今年はちょっと福袋かなり大当たり、自分的には大当たりだと思います。やったー。そう、チュチュアンナさんは靴下は去年初めて買って、インナーは今回初だったんですけど、めちゃめちゃ両方本当に良かったです。最後まで見ていただきありがとうございました。少しでも皆さんのご参考になっていたら嬉しいです。ありがとうございました。